言葉が足音、これがいつも朝の合図、君が来たんだね。授業中はいつでもうとうとしてるのね。そんな姿が愛おしくて、言いたい言葉が増えてゆく。やっぱり君は特別なんだね。大きくなってく気持ちに押しつぶされてしまいそうだ。何も手につかない、あてなきゃいけない、私気持ちを抑えても会いたいんだもん。そうやって結局あまり一人違いつまずいて